極光は東京大学宇宙航空研究所が開発したオーロラ観測衛星である。名前はオーロラを意味する極光に由来する。陶器は主にオーロラを観測することを目標に開発された。また、オーロラに関連する磁気圏、プラズマ圏、電離層も観測対象となった。陶器はその観測能力を活かし国際磁気圏観測計画に参加した。なお、 IMS には、梅、梅2号、磁気、県も参加している。陶器は、耕生3号と、ほぼ共通の設計をしている。衛星の形状も、耕生3号と同じく円筒形であり、観測装置以外の搭載機器も、ほぼ同じものが用いられた。投入された軌道も、同じような軌道である。打ち上げ機も、耕生3号と同型機であり、 ロケットと衛星本体を含めて、炭性3号で見つかった不具合は解消された。観測装置はメインの紫外線オーロラ撮像カメラを含め7種類搭載されている。当機は1978年2月4日に M-3H ロケット2号機によって打ち上げられ、 近地点 641km、遠地点 3978km、軌道傾斜角65.3度の軌道に投入された。2月24日から観測を開始した。当期は観測データの取得率を上げるため、内ちの裏の他に、カナダのチャーチルと南極の昭和基地でもデータの受信を行った。1992年8月2日に運用終了した。 ありがとうございます。